教プラガスさんとともに今後とも歩んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。50年近くなります。今度新しくなりますと設備 もう最新のものになってまいりますので、今まで以上にお客様に快適にお過ごしいただけるようなそんなことになると思っております。この2ヶ月ほどたくさんのお客様ご来館いただきまして、たくさんの惜しむ声を聞いております。とてもありがたく思っております。しかしながらこちらも決まってしまいまして、来月になりますと別館の方が今度開いてまいります。別館のたたずまいも本館に準じたような素敵な空間になっておりますので、別館の方で精一杯やらせていただこうと思っております。